開幕戦の栄誉を明け渡した4月の冷たい日曜日は、誰よりも熱いハートでこの行動を乗り切ってみせる。南半球夢とロマンの冒険大陸第3戦オーストラリアグランプリ、全ドライバーシグナルが消えるのを今や遅しと待ち構えます。全ドライバーシグナルが消えるのを今や遅しと待ち構えます。ライツオフ、いいスタートを決めています。佐久間もいいスタートです。マシーンが1コーナーに入ります。1コーナーのアクション達成、佐久間マシーン2コーナーへ並べ込む。依然としてトップは井出、そして佐久間が続きます。次はアルバースだ。おお、彼は無事のようです。最初のラップを終えた時点での順位は、トップは井出裕二、佐藤拓磨2位、3位はアルバース、プルーリ4位、モンテイロが5位、ウェーバー6位、8位から順位を上げました。ハイドフェルド7位、スコットスピードが8位です。予選の順位から2つダウンです。6コーナーでアクシントらしいぞ、スコットスピードだ。彼の今日の戦いは終わりました。残念ですね。もう一台はバリチェロですね。トップは佐藤拓磨、2位は井出裕二、3位プルーリ、5位から順位を上げました。クリスチャン・アルバースが4位、トップ3から転落してしまいました。モンテイロが5位、ウェーバー6位、デビッド・クルサード7位、ハイドフェルドが8位。
4周目に入りました。トップは佐藤拓磨、クルーリが2位、モンテイド3位、クリスチャン・アルバースが4位。トップ3から転落してしまいました。ウェーバー5位、6位から順位を上げました。ジェンソン・バトン6位、4つ順位を上げました。ハイドフェルド7位、8位クルサード。トゥルーリー実に見せてくれています。タイムは1分28秒79。モンテイドに対するリードを広げた。ギャップは今や1秒7に広がっています。現在のトップ8を見てみましょう。トゥルーリーがトップ、佐藤拓磨2位、モンテイド3位、ウェバーが4位、5位はハイドフェルド、先ほどの7位から上げました。クリスチャン・アルバースが6位、7位マッサ、4つ順位を上げました。そしてバトンが8位。タイムは1分27秒76。モンテイドに対するリードを広げた。ギャップは1秒ジャスト広がっています。レースは後半に入ろうとしています。クルーリがトップ、佐藤拓磨2位、モンテイド3位、ウェバーが4位、5位はハイドフェルド、6位から順位を上げました。クリスチャン・アルバースが6位、バトンが7位、マッサが8位です。トゥルーリー実に見せてくれています。タイムは1分28秒2。モンテイドに対するリードを広げた。ギャップは1秒4に広がりました。
体の約3分の2を走り終えています。クルーリがトップ、佐藤拓磨2位、3位がウェバー、ハイドフェルドが4位、1つ順位を上げました。モンテイロが5位、先ほどまでは4位を走行中、どうしたんでしょう。クリスチャン・アルバースが6位、アロンソ7位、8位から順位を上げました。そしてバトンが8位。全体の約4分の3を走り終えています。クルーリがトップ、ウェバーが2位、3位から順位を上げました。佐藤拓磨が3位、2位から順位を落としています。ハイドフェルドが4位、モンテイロが5位、アロンソ6位、クリスチャン・アルバースが7位、マッサが8位です。数周ですが、ここでハイドフェルドがどんどん差を詰めてきています。ウェバーピンチですね。ギャップは今や 2.4 秒。ハイドフェルドがセクター3をうまくまとめてきました。タイム差は2秒ちょうどまで縮まっています。ハイドフェルド、なおも差を縮めています。さらにコンマ3秒、差を詰めてきました。ハイドフェルドが中盤セクターで好タイムです。じりじりと追い上げて、さらにコンマ1秒差を詰めました。レースもいよいよ終盤です。クルーリがトップ、ウェバーが2位。ハイドフェルド、なおも差を縮めています。さらにコンマ1秒差を詰めてきました。
ワイドフェルドがいいペースでセクター1を通過。ギャップは今 1.2 秒です。ワイドフェルドなおも差を縮めています。さあ、さらにコンマ4秒差を詰めてきました。先頭トゥルーディファイナルラップに突入しました。今日のトゥルーディはすごい走りですね。予選12位からのスタートで現在トップ。快挙ですね。つまらないミスさえしなければこのまま逃げ切れそうです。今日はマシンのコンディションもパフォーマンスも最高です。ハイドフェルドがセクター3をうまくまとめてきました。今もう2人の差はわずかコンマ4秒です。ファイナルラップですが、ハイドフェルドが猛烈な追い上げです。ハイドフェルドなおも差を縮めています。じりじりと追い上げてさらにコンマ1秒差を詰めました。これに対してウェバーがぜんペースを上げてきています。さらにコンマ1秒差を広げました。トゥルーディチェッカーフラッグを受け10ポイント獲得。素晴らしいドライビングでした。2位はウェバーです。今回も楽しめるレースでした。2週間後舞台をヨーロッパに移して5つのレースが続いていきます。まずはサンマリノ、地元ティフォーシたちの熱い声援を受けてフェラーリ勢の活躍が期待されています。続いてニュルブルクリンクでのヨーロッパグランプリ、バルセロナでのスペイン